けましておめでとうございます。Eコンセプションの福島真希子です。さて、2020年新年を迎えました。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。私は今年珍しく元旦にメッセージが降りてきました。でそのメッセージの内容が私個人というよりももっと広く皆さんに知っていただく方がいいんじゃないかなと思ったので、ここでシェアさせていただきます。いくつかポイントがあるんですが、大きく分けると4つですかね。1番目、これは力を抜いて出てくる波動を楽しむっていうような内容で、なんかちょっと難しいんですけども、受け取ったイメージというのはこうイメージとして受け取ってるので、それを言葉にしようとするとちょっと変な感じがするんですけれども、多分ね、ここで言いたいことは波動、言葉もそうだし、音楽もそうなんですけど、波動っていうと、あと雰囲気とか、表情も波動を作りますし、あと体からも出てる色なんかもそうですよね。全てにおいてこの世は波動でできてるんだけども、その波動をありのままに楽しむ。でそこにいろんなジャッジメントとか信念とかくっつけてこないで、その波動をこう自由に駆使していく世界になっていくんじゃないかっていう、そんなイメージでしたね。そしてその受け取る時もまっさらに受け取り、そして発信する時も心に響く音を使っていく、そういう世界になっていくのかなというイメージでした。はい。そして2番目はとにかく勉強するっていう、メッセージなんですね。私たち今情報過多といいますかね、インターネットもどんどん発達していろんな情報が簡単に手に入るようになってるわけなんですけれども、簡単に手に入るけれども、その分玉石混交といいますかね、いろんな情報があります。でそれをね、鵜呑みにしないこと、自分で調べる。で調べるにも限界はありますけども、自分で調べて、自分で分析して、自分で考えて、自分で結論を出すっていうことがとても重要になるっていうようなメッセージでした。でそこにですね、それやっていくとちょっと面倒くさいんですけど、最初はやっていくとそこに楽しみ、喜びが得られるような感じがするんですね。なので私は今年はもう意識して、今まで知らなかった領域のことも含めて積極的に勉強していこうというふうに思っています。はい。そして3番目はどう言ったらいいのかな、人間ってこうベターにしていきたいっていう習性がありますよね。もっと上と、もっと向上したいっていう向上心とかこう欲がありますよね。それって素晴らしいことなんですよ。その欲があるからこそ私たちはこうして、世界をどんどん良くしてきてるんですよ。だけどそのもっともっとの精神が、どう言ったらいいのかな、もっともっとの精神はいいんだけど、それと同時にもっともっとしなくてもいいよねっていう新しい価値観みたいなものが生まれてきて育っていく。でそれとこう今までのもっともっとの精神と拮抗するのではなく融合していくっていうイメージなんです。なので、もうすでに始まってる、そういうことを実感してる方もいらっしゃると思うんですけれども、いろんな活動をされててもこう何でもかんでも成長しなくてもいいわけです。業績上げなくてもいい、数字なんかにこだわる必要はない。それに何でもかんでもお金に換算しなくてもいいですよね。そういう世界がもっと広がっていくんじゃないかなと。でそれより何が大事かっていうと、幸せ感、幸福感っていうものが最優先されるっていう、傾向があるし、私自身もそういう方向に行きたいなと思ってるんです。でそういう意味で言うと、今言われている地球の、気候問題ですね、気候危機なんて言われますけど、そういうのも、もっともっと上へ行きたいっていう人間にとって格好のチャレンジなんじゃないかと思うんですよ。なので私今年はこの地球温暖化の問題とても注目しています。それと、
今こうもっともっといかないって言ったんですけど、それと矛盾するようなんですが、もう一つ入ってきたイメージがありまして、それはね、上限を決めないっていうことなんです。もっともっとに行こうとするんじゃなくて、自然にそこの幸せ感を大事にして浸っていくんだけれども、そこにこう上限を設けないって、ここまで行ったら OK とか、これがゴールだとかっていうふうに上を設けない、もうどこまで広がったって OK ぐらいに思っておくっていうのがもう一つのメッセージだったんです。ちょっと矛盾するようなんですけど、面白いですよね。これが意味することが何なのか私まだ分かってないんです。だけど今年はそういう意味においても大きな転換点になる年になると思います。ですので皆さん一緒にこの世界をもっと幸せな場所にしていきましょう。どうぞ今年もよろしくお願いします。